昨年の東京、芝2400メートルで最も結果を残しているディープインパクト3区のワグネリアン写真を拡大。第85回日本ダービー、G1、5月27日、芝に。400メートル、東京競馬場、ワグネリアンでダービーに出走する友道厩舎は昨年の東京、芝2400メートルで調教師部門トップの4勝をマークしました。そういう数字は残ってると思うよ。自分自身が1800から2000までメートル以上の競馬が好きだし、馬を集める時もそういう血統の馬や体の馬を見つけてるからね。性格上、競馬のレースはじっくり見たい、笑い。おそらく、京都や阪神でも2400メートルのレースでは成績が出ていると思う。中長距離で結果が出ている要因をどのように考えていますか？短距離馬のゲートセンスというのは人間みたいにダッシュだけの練習はできないし、天性のものだと思う。中長距離は長め、長め、を乗ること、でスタミナの補強はできる。2歳児ならば、短距離の馬でも少し、適距離より、長い距離から使っていきたいよね。レースの投手以外でも、仲間は立冬の CW コースで追い切ることが多い。うちの調教はもともと長距離使用。厩舎によって、得意な、距離は偏りが出ると思う。調教師としては、短距離と、両方の調教をする必要があるのかもしれないけど、現状の20頭ぐらいの枠、馬房数、の中では、偏りは出るんじゃないかな。ワグネリアンの父ディープインパクト3区も昨年の東部隊でトップの8勝を挙げています。東京というのは紛れが少ないコースで、強い馬が勝つ。それがディープということでしょう。自分自身も東京の方が紛れがなくていい。小回りの中山は一度ミスがあれば、なかなか挽回できない。東京なら能力でカバーできると思う。友道調教師にとって、マカ引きで勝った16年以来、2年ぶりの参戦になります。勝ったことでリラックスできている面はあって、それがいい方に向くんじゃないかと思う。ダービーは一生に一度、勝てるかわからないぐらいのレース。勝ってなかったら、これが最後のチャンスかなとすごくプレッシャーがあるかも。馬鹿引きの時もこんな馬にはこれから巡り会えるかなというのがあった。もちろん、よりダービーを勝ちたいという気持ちも湧いてはくるけどね。ワグネリアンは早い段階からダービーを大目標と公言してきました。そんなに向きになっていくような馬でもなかったし、新馬で2000メートルを使えるぐらい、折り合いに心配がなく、距離に問題のない馬だと思っていました。馬鹿引きは完成度の高い馬だったけど、ワグネリアンは課題もいっぱいあるが、まだまだ伸びしろも大きな馬。どうしてもエンジンのかかりが遅いから、中山ではどうかという気持ち。思っていたから、巻き返しを狙う本番が近づいてきました。勝ちたいよね。ワグネリアンにとっては一番目標にしてきた舞台。
そして、なんとか雄一、福永、にダービージョッキーになってもらいたいと思っています。引き手、山本武史。